から人数の上限5000人までというのは9月6日から9月30日まで適用が延長されました。東京ボールでゲームがスタートしました。今日森重に代わって最終ラインオマリから長いボールを使います。先発は今シーズン3試合目になります。ルーズボール土井が拾う。柔らかいボール林が出る。勇気を持って出ていきました林。エベラウドとぶつかりました。川島ザーゴ監督、今年が1年目ですからいろんな試行錯誤をしながら、このところはこの土井翔馬も3試合フルタイム、はい、でファンガラーの左に右に置く機会が増えてきました。うん、おいさに目抜けてきま、うん、折り返しこぼれ球荒木、うん、逆サイドから詰めてきました荒木。今もね狭いここからの横に入ったボールにファンガラーから土井なんですけども、うん、狙いを持ったこれは崩しだと思いますし、まあ、こぼれ球もよく荒木反応してますけども、さすが林だなと。一つ目の守備の後ですね、この後が早いですね。で勇気回数が多いっていうこともあるんでしょうけども、ただそういう若い優秀な選手が出てきたっていうことだけなのかもしれませんけどね。はい、原太一よく戻りましたね。内側で中村スペース、アダユトン、ここは自分で行くか、上がりはちょっと遅れていますが角度がないところ、もう溜めて上がりを待つ。サイドを変えるボール入れ替わった長戸、振ってくるかな、引きつけて柔らかいボール、エベラウド、林空中で待ち構えてました決定機で、まずはあのクロスの質ですね。まあ、戸田さん言われたようにチャンスをもらってそれをどう生かすかどうかというのは彼からしますと、はい、去年の夏からですからね。そうですね。折り返し柔らかいボール、うん、とクロスバーの上抑えきれませんでしたエベラウド。浮かせて三田、前のスペース中村拓海、溜めてまた下を狙う、あっとゴール、先制東京。中村拓海は相手の股下、原太一を狙いましたがオンゴール誘発。東京からするとあの鹿島のゴールキック、まあ、あとはまあ局面のところのうまさ、内側のオーバーラップとアイデアですよね。まあ、思い切ってミサオの両足の間を抜いてるんですが、まあ、どこにオーバーラップするかというところの個人の判断も、ここの判断も含めて、まあ、非常に良かったなと、はい、スタートは守備だよというところが、まあ、東京らしいと思いますし、ゴールキックのところを外されてこう前に進まれる場面が、まあ、2回ぐらいあったと思うんですけども、まあ、原もうまくこう長戸の方のパスコースを消して、ええ、で関川にプレッシャーかけたときに関川真ん中にボールをこう長めに通したんですけども、まあ、そこをしっかり東京の中盤の選手が取りましたんで、まあ、チームとの守備からうまく攻撃につなげたと。あの東京ボールに渡った時に澤監督スッて前出てきましたんで、何も言わなかったですけども、やっぱり取り組んでいるものの中でニアサイドを狙ってきます。長戸、押されたんじゃないかと、後半のスタートです。アルトゥールシルバ ー, 強い、あー倒れない、引きつけて原が待ちます、また下を抜いてきた原太一、コントロールフィニッシュ、うん、ナイスバ、左足、最後は小川です。中でファンガラーの小泉、センターに土井がいます。柔らかいボール、エベラウド、こぼれた、流し込んで同点、見事です。綺麗な形で崩しましたアントラーズ、1対1。渡辺の背後からです。チャンスメイクという意味では非常にファーラーのランニングだけじゃなくてキックも上手ですし、まあ、揺さぶった時に高木の埋めたところから少し前に出たんですけども、まあ、それより早く鹿島側があのことを起こしましたんで、
基本的にはエベラードは少し左に流れる傾向にあるんですけども、しっかりセンターバックの背後から、まあ、抜け出すというアクションのうまさとキックの正確さですよね、はい、林も本当に難しいシュートをよく止めたんですけども、三沢から内側荒木が前を向く、足元ファンガラーノー逆転、1対2鹿島逆転に成功します。移籍初ゴールになりましたファンガラーノ、これですね、間で受けて、まあ、土井のランニングに対するファンガラーノ一瞬しかないと思います。時間も短くてスペースも小さいんですけども、まあ、止めてから打つまで非常に早かったなと、まあ、ここは長いボールからこう長戸が一度ボールを拾ってるんですけど、まあ、そこの準備から素早く中盤に渡して、でその時にはもう鹿島からすると位置関係取れてましたから、はい、東京もあの十分人は揃ってたんですけども、多分高木の右側をボールが通過してるんですよね。小川もよく戻ってるんですけど、鹿島のが早かったなという感じです、すぐに長谷川監督、阿部シュート急ぎます。アルトゥールシルバー、さすがレオシルバでした、レオシルバのディフェンス、さすがでしたね、ずるずる下がらずにしっかりプレッシャーが上げましたもんね、はい、試合終了1対2鹿島が勝ちました。